気流球場は、群馬県気流市の気流市運動公園内にある野球場である。群馬県の高校野球大会は、春は高崎城南球場、夏は群馬県立四季島公園野球場を中心に試合が行われるが、周期大会は気流球場を中心にして行われている。また、ベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスも、年に数試合を開催している。 再開後も2018年までは年間1試合だったが2019年は3試合に増加した2020年は開催がなかった2014年度に改修工事が実施された具体的にはスタジアム形式の野球場で日本初となる発光ダイロードに対応したナイター用照明設備6機の設置グラウンドを両翼100メートル 中堅122メートルのプロ野球開催基準を満たすものに拡張するなどであり、プロ野球などの全国規模の大会を誘致できることを目指した設計になっている。当初予定通り2015年3月に完成し、4月5日に記念事業として埼玉西部ライオンズ2軍と東京ヤクルトスワローズ2軍のイースタンリーグ公式戦が実施された。2021年3月1日より、 命名権による、コクラクラッチスタジアムの名称が使用されている。セントラルリーグ公式戦1974年8月3日、太陽ホエールズ1から3広島東洋ガープ監修、8000人、イースタンリーグ公式戦2015年4月5日埼玉西部ライオンズ5から10東京ヤクルトスワローズ、監修、3513人気流種運動公園交通を参照。 ありがとうございます。